こんにちは、フジテレビアナウンサーの倉田大成です。今フジテレビ1階では春から始まる新番組の合同記者会見が始まっているんですけど、ちょっと行ってみましょう。何やらやってますね。失礼します。いや皆さん、辰巳さん、あ、どうも。いやもうですね、あの生放送が始まっています。これグッてアピールするいいチャンスです。始まってます。はい、どうもテレビをご覧の皆さん、日曜日の午後いかがお過ごしでしょう。高橋克実です。グッディー言わないと。グッディーのグッディー、安藤優子です。いよいよスタートですよね。そしてそちらみんなのニュース、生放送で時間があまりないでしょ。こんな3人です。いやちょっと待ってください。大事な報道番組なんですけれども、みんなのニュースは時間を優先して、はい、これ積み立てていただいたのが、はい、新番組のこれテーブルということですよね。そうですね、まさにこう来週からの、再来週からの、タイムテーブル、新タイムテーブルということになるんですけど、そして注目が午後1時55分から直撃ライブグッディ、さらにその後に午後3時50分からはみんなのニュースということで、非常にいい名前だなと思うんですけれども、気になるのはこの番組内容なんですけど、じゃあ回します。はい、お願いします。回るんですか。回ります。安藤優子が回しております。大変な瞬間でございます。こういうのがラテランとして上がっている、はい、それでは早速克実さん、はい、グッディのラテラン踏んでいただけますか。はい、直撃ライブグッディ克実安藤ぶっちゃけニュースの当事者直撃解明男の行動学と。男の、ね、行動学をご用意してございます。はい、気になりますね。気になるでしょ、見たくなったでしょ、てかね、触れられたくないところかもしれない。それ克実さんが一番触れられたくないところです。明らかになります。はい、さあ、そしてみんなのニュース、それではお願いいたします。はい、みんなのニュースはですね、痩せる新スタジオ、はい、大型解説深掘り、FNN ふるさと生中継。痩せるスタジオって気になりますね。あのね、みんな座りなんですけど、私だけあの立ちで進行するので、相当痩せるんじゃないかという。大変なことなんでもないじゃないですか。ぜひご注目いただきたい。さあ、それでは時間そろそろなくなってきました。はい、それでは新番組かける意気込み、克実さんからまずお願いいたします。はい、どうも、とにかくですね、一生懸命、初めての、経験ですので、頑張らせていただきたいと思います。安藤さん、僕はもうサザエさんのように思ってですね、カツオのつもりで頑張ります。安藤さん、お願いします。はい、私も克実さんと一緒に頑張っていきたいと思うんですが、一つ言わせてください、サザエカツオではなく、サザエ波平でいきますので。さあ、伊藤さん、時間がなくなってしまいました。3人フレッシュなメンバーに変わります。みんなのニュースぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。春からの新番組どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。直撃ライブグッディの見どころは、辰巳さん、安藤さん、お願いします。もう見どころっていうか、もうだいたい全部です。まだ始まってないですからね。通常ほら映画とかの記者発表っていうか制作発表だと、完成披露でこれこんなとこで苦労しましたとか、はい、そういうの言えるんですけど、これからです。はい、ただ一つ言えることは、はい、間違いなく見どころになろうかと思われるのは、克実さんです。違う？そうですね、見どころっていうか見失いがちなところですね。きっとその日の午後がより快適に、それから気持ちよく、時にはこれが知りたかったんだっていうことをですね、こう膝を折っていただけるような、そんな番組にしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん仕事場におられてもですね、1時55分には直撃ライブグッディに合わせていただきたいというふうに思っております。安藤さんが報道の番組に残してきたものが何なのかっていうところも、正直僕自身まだ理解できていない部分も多々あると思うので、それは報道局のスタッフや椿原アナ、庄野アナから、引き継ぐべきものを教わってですね、引き継いでいかないといけないなという責任感で、いっぱいです。本当にみんな一丸となってスタッフも合わせて一生懸命頑張っていければと思っております。そうですね、私も庄野さんと伊藤さんと力を合わせて、みんなのニュースを精一杯盛り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。グッディの後はみんなのニュース、同じ回同じ